リチャード・ジョン・スペアは、ロンドンに拠点を置く、主にドライボイント、エッチング、油絵を得意とするイギリスのアーティストである。1971年から1974年にかけて、メイドストーン・カレッジ・オブ・アートに入学し、フレッド・カミングの下で絵画を学んだ。芸術大学を卒業後1974年から1977年にかけて、 ロンドンのパトニーにあるトーマス・ロスサンで技術的スキルを磨いた。そこでテート・ギャラリーを通して販売されたジョージ・スタップスによる版画の印刷とロイヤル・アカデミー・オブ・アーツ2周年展で展示された優れたターナー・アクア・チント・プレートのリニューアルに携わった。また、ホガース、クルック・シャンク、ローランド・ソン、ギルレー、ランド・シーア マーティンによるメゾチントなど数多くの応募書によるオリジナル版もプリントした。版画家を最も得意とするスペアは、デビット・ホックニー、ロバート・ライマン、フランチェスコ・クレメンテ、ドナルド・スルタン、ジム・ダイン、キース・ヘリングを含む多くの現代アーティストの作品を編集している。百七十七年にアシスタントのデビット・ホックニーと協力して、エッチングスタジオを立ち上げ、ホックニーの ブルーギターフォリオから5つのエディションをプリントした。ゴクッドボーン、マジックフルートのセットで作業中のホックニーを観察することで、スペアは技術的関心とシンプルな形式に対する干渉眼を広げていった。1979年、スペアはウィリアム・ダニエルによる A ボエッジラウンドグレートブリテン、イギリスの地形図を表したハンガーに参加した。その後、 セリ・リチャーズの死後に出版された作品に1979年から81年にかけて参加し、1981年、テートギャラリーで自身の作品の展示と合わせて販売された。80年代前半、20世紀最大の修復版画プロジェクトであるバンクス・フロリレギウムの版画に携わった。シドニー・パー・キンソンの水彩画による743個にも、 及ぶ植物の彫刻プレートは、ジェームズ・クックのオーストラリアへの初公開の間に作成され、大英博物館に200年間保管され、山を含む紙に包まれていたため、腐食していた。綿密な修復と難易度の高いアラプーペイ印刷は、博物館の植物編集者が出版前に植物の正確性をチェックして完了した。1988年、 ニューヨークでジャスパー・ジョンズと協力し、複雑なカーボランダムプリントの構成と編集を行った。1989年、キース・ハリングとウィリアム・エス・バローズのプロジェクト、ザ・バレーがスペアによってロンドンで印刷され、1990年に公開された。1980年代後半以降、スペアは自然と自身の旅からインスピレーションを得て作品を制作している。 現在まで400以上の作品を公開しており、特徴的な手釣りと水彩のオリジナルドライポイントは、控えめでユニークな世界観である、存在の喜びで称賛されている。スペアの作品において、色は重要な要素であり、各色がドライポイントラインのベルベットブラックで反響するように選択されている。チャールトンにある自身のウェリントンスタジオガーデンは、 豊かなインスピレーションを得るための場所としてデザインされ、野生生物へのフォーカスは自身の多くの作品における主題となった。ウェリントンスタジオは5つの修復されたアンティークエッチングプレスを備え、ビクトリア町のコーチハウスを改造した版画芸術へのオマージュとなっている。ロイヤルアカデミーサマーエキシビションに頻繁に出展しており、2019アカデミーサマー賞が 行われた時点で27年間から40の個別の作品を展示している。自身の作品が最初に受け入れられたのは1973年のことであった。また、モールギャラリーのディサーニングアイ展示会にも招待され、国際的にも個展で作品を定期的に展示しており、これらには東京、福岡、大阪、横浜、広島、松山、仙台、札幌、神戸、神戸 京都、名古屋、鹿児島、川越、奈良を含む全国都市で毎年開催される展示会が含まれる。近年ではオーストラリアのビクトリア州、バララット及びデールスフォードで個展を開催した。2012年メルボルンで開催されたトゥーラックビレッジアートアフェアーではゲストインターナショナルアーティストを務めた。イギリスではクラフトセンターデザインギャラリー、 リーズシティアートギャラリー、トレベリアンカレッジ、ダーラム大学、ケンブリッジギャラリーなどで個展を開催している。ミックスショーでは、ロイヤルカレッジオブアートでのアートオンペーパーフェア、英国王立協会のペインターエッジ、ヤーズエングレーバーアッツオープンエキシビション、野生生物芸術家協会と英国芸術家協会がモールギャラリーで開催したオープンエキシビション、ザオリジナル、 フォークストンメトロポールギャラリー、ホワイトチャペルのオープンエキシビションなどが含まれる。リチャード・スペアによる作品は、これまで世界中の数多くのパブリックコレクション及びプライベートコレクションにて展示されている。代表的な展示は次の通りである。ありがとうございます。